はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下半身太りを治すための知識ということで、カロリーではなくですね、塩分を気をつけた方が足痩せが成功します。甘いものっていうのは、ちびちびしかね、欲しません。しかし、塩辛いもの、味付けの濃いものっていうのは、どんどん食が進むし、どんどん喉が渇きます。で、基本、その結果に太ってしまうと。そして下半身っていうのは水分が溜まりやすいですから、下半身太りになってしまうという方がね、ほとんどですね。全体的に太ってる方っていうのはもちろん塩分が高いとかいうわけではなく、カロリーオーバーで太ってるんですけども、上半身と下半身の割合を考えて、下半身のがね、太ってるよとか、ブヨブヨしてるよっていう人は、だいたい濃い味と塩分が原因です。だいたい1日塩分がですね、成人はですね、1.5g ぐらい摂っていれば十分と言われているんですけども、基本的に現代人っていうのはその10倍、10g ぐらい塩分を摂っているっていう統計が出ております。ということはですね、人によってはもちろん塩分を腎臓で分解しておしっこで出すんですけども、その分解能力ってやっぱ人それぞれでですね、分解能力高い方は割とね、皮膚が硬いような、むくんでなくて人が皮膚が硬いようなね、女性。結構おしっこでね、出ていってるんで、体の水分量が少なくって、あんま太ってない感じなんですけども、あんまり腎臓で分解できず、しかし塩分の量は多くって、おしっこであんまり出せない人っていうのは、それが全部体のむくみになってしまって、脂肪なのかむくみなのかわからない人っていう人は大体むくみです。塩分が多いと味付けが濃いものを食べている傾向にあります。なのでそこをしっかり見直してですね、甘いものっていうのはエネルギーになりますけども、塩分というのはエネルギーになりませんので、そこのエネルギーをしっかりね、考えて塩分を控えてですね、塩分を控えることによって食欲も抑えられます。というのも、塩分っていうのは胃酸を活発にする役割がありますんで、胃酸が活発になると、どんどんお腹がね、空いてきます。なのでよくお腹がすくっていう人は塩分が高いと思いますね。例えば甘いものっていうのはちびちび食べると思うんですけども、塩辛いものっていうのはもうご飯が進む、食が増しますんで、基本的に塩分を控えるとダイエットに成功しやすいと言われております。なので下半身ダイエットをね、考えている方、運動しても足が細くならないとか、スクワットしても全然変わらないっていう方はですね、塩分を見直してみてください。そうすることで、むくまなくなってですね、飲んでる水分全部おしっこで回っていきますんで、しぼんだ体がね、作れてきます。そうなると、下半身もブヨブヨ感がなくなってですね、すっきりしてきますんで、ぜひ、その塩分濃度というのを毎日取りすぎないように、取らないぐらいで考えてみてもちょうどいいと思います。ぜひ、心がけてみてください。今回の内容ですが、説明欄に貼ってるブログにも記事にしてますんで、ちょっと話がわからなかった方は、記事を読んでみてください。今日もご視聴ありがとうございました。下半身ダイエットについてでした。